山マ由来のナノボディの例オレンジ色の CDR3、ループで抗原と反応する。ナノボディとは、抗体から遺伝子工学的に改変することで得られた、抗原を認識する最小のタンパク質断片である。探査抗体とも呼ぶ。多くの場合、アルパカなどのラクダ科の動物を免疫し、その上で B 細胞を回収して反応する抗体を作る、CDNA を単理する。そこから、 抗原認識部位のみを遺伝子工学的に切り出して用いる。うさぎなどから得られるポリクローナル抗体に比較して再現性が高い実験が可能であることや通常の抗体に比べて小さいことを利用して超高解像度顕微鏡を用いた免疫組織科学に用いる。また、アミノ酸配列さえ分かっていれば CDNA を人工的に合成し、 大腸菌や昆虫細胞に多量に産生させることや、細胞内に発現させることも可能である。またその他のタンパク質と融合して発現することも可能である。プロパティーズ、プロダクション、アンドアプリケーションズオブキャメリットシングル、ドメインアンチボディフラグメンツ。アプライドマイクロバイオロジーバイオテクノロジー77-13-22ドイ、10.1007 s, s 0025300711422 pmc 203万9825プミド1770万4915 https コロンスラッシュスラッシュ www ncbi nlm nih.gov スラッシュ pmc スラッシュアーティクルスラッシュ pmc 2039825スラッシュ abc の科学辞典。 ナノディの項目、ありがとうございます。